で、9番の選手ですね、9番の選手が林選手で、自分が、小林と言います。よろしくお願いします。でですね、タイ代表の選手で、左手から、オレ選手、真ん中がレモン選手で、右がヌン選手です。今日はこの6人で、皆さんにちょっとデモンストレーションをお見せしたいと思います。大丈夫です。ちょっと天井が低いのでなかなかちょっとやりづらいですけど、サーブは3回ずつで交代します。今のがブロックですね。このタイの方がブロックしたのでタイのポイントになります。左足で蹴ったりしてすごく高度な技ですね。4です。今の足の裏のポイントですね。今6-6なので最後のポイント、これを取った方が勝ちとなります。7-6で今日は日本の勝ちとなりました。すいません、ちょっと今日はいろんな条件がちょっと重なって、まあ、ベストなパフォーマンスはちょっとお見せできなかったかもしれないんですけれども、まあ、こういった競技が先発は